ろしくお願いします。実は私神戸生まれの神戸育ち の神戸っ子なんですけど、実は私3歳の時からサンバやってて、で神戸祭りもそこのサンバストリートで踊ったりとか、サンバのコンテストとかにも出てたりとかしてて、でも受験勉強する時に塾の日とそのサンバの練習の日が被ってしまって、もうやめたくないってこう泣く泣くサンバをやめて、で神戸祭りも出たかったなと思って思ってたんですけど、2年前から音楽活動を始めて、でまさかこの音楽で神戸祭りに戻ってくれるなんて思ってなくて、もう本当に本当に嬉しくって、これも普段応援してくださってる皆さんのおかげだと思って、もう本当に感謝しています。私も私らしくさっきのバンドみたいにうわってできないんですけど、私らしく神戸を盛り上げていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでってください。よろしくお願いします。インスタグラムで前ライブ配信してる時に、私のこう普段応援してくださってる方のことをいつも皆さんっていう風に私言ってたんですけど、この前の配信の時にそのファンの方の総称を決めるっていうことが決めまして、北原ゆかっていう名前なんですけど、私のファンの名前のことをゆかファミっていう、ゆかファミリーの略でゆかファミって呼ぶことがこの前決定したばっかりなんですね。でゆかファミっていう言葉にもう愛とか、もういつもありがとうっていう感謝とか、元気になってほしいっていうそのプラスのパワーとかをもうギュッて詰めてゆかファミっていうふうに決めたんですけど、それを決めてから今日がなんと初めてのライブなんですね。初めてこうやってこう直に伝えられるのが今日初めてで、ちょっとこうドキドキしてたんですけど、はい、ゆかファミの皆さん、よかったら次の曲は手拍子して聴いてもらえたらなと思っております。それではちょっとジャズっぽい曲を歌います。聴いてください、ザ・ラストバイト。
思います。次の曲はあなたっていう曲なんですけど、こう好きな人ができて、で好きな人がこう幸せやったらその人と一緒にいなくてもいいって思ってたけど、実際はそうじゃなくってすごい寂しそうに苦しそうにしてて、そんな姿を見てまた気持ちが抑えられなくなって好きになってしまうっていう歌です。それでは聴いてください、あなた。